困惑の中、僕が家に帰り着いたのは夜も明けようとする頃のことだった。僕は音を立てぬようにそっと勝手口から中へ入る。父さんは居間のソファーで仮眠をとっている。僕は足音を忍ばせて階段を上った。なんだろう、不思議な日だったな。ガス爆発、化け物。考えれば考えるほど瞳子さんへの疑問が湧いてくる。瞳子さんはなんで僕をあそこへ連れて行ったのだろう。そして何をしようとしていたのだろう。その答えを想像するのが怖かった。僕は昨日からのことをあれこれ考えながら、いつしか深い眠りの中へ落ちていった。目を覚ますと辺りはすっかり暗くなっている。居間へ入ると父さんと母さんがアルバムを見ている。あら、久しぶりに顔を見せてくれたわね。どう、勉強はかどってる？うん、まあまあ。ずいぶんゆっくりと休んでいたようだね。あ、うん。そろそろお腹も空いた頃だろう。何見てるの？昔住んでいた桜ヶ丘の時の写真よ。父さんと母さんはアルバムを見続けている。昔住んでいた桜ヶ丘のことを話しているようだ。ほら、これ。あら、あの子が生まれた時ね。僕が生まれた時、父さんと母さんは借金までして桜ヶ丘に家を買った。でもその家は10年前の台風の日、あっけなく土砂流に飲み込まれてしまった。ねえ。何？まだあの時のことは思い出さないの？うん。その台風があった時、僕は一人で留守番をしていたらしい。そして土砂流による家の崩壊。でも初めの救助活動で僕の姿は見つからなかった。僕が見つかったのは1週間後。家のあった桜ヶ丘から北へ50キロほど離れた隣の県の河原付近をさまよっていたところを保護されたらしい。残念ながら僕にはその時の記憶がまるでない。ただ右の脇腹には多分その時に怪我をした大きな傷跡が残っている。父さんはその時の事故の後、母さんと話し合い、それまで勤めていた出版社を辞めて家に残ることを選んだ。家族を大事にしたかったんだ。人と競争することが嫌いなんだ。僕から見ても優しすぎるんだと思う。でも父さんって家に引きこもっているせいだろうか、同じ年の大人と比べてもとっても若く見える。まるで年を取ってないみたいだ。なあ、やっぱり何も覚えてないのかい？何が？君が見つけられた時、傷口を赤い布切れで止血されてたんだよ。それがどうかしたの？うん、あれってセーラー服のスカーフじゃないかと思うんだけど、なんであんなものが。僕に聞いてもわからないよ。僕は食事を終えて居間へ戻った。ソファーに座ってアルバムをめくっていた僕は一枚の写真に驚く。桜ヶ丘にいた頃、家族と共に出かけた花見の写真。なんで、どうして。目を覚ます。これは10年前の写真のはずなのに。
どうしてあの子が。これ本当に10年前の写真かな。ねえ、どうしたんだい。これん、この子誰かわかる。ん、どの子だい。この子。この子は知ってる。見たことない子だね。そうなんだ。どの子。あら、綺麗な女の子ね。どうしたの急に。ううん、別に。もしかしたらタイプの子なの。違うってば。いいじゃない、恥ずかしがらないで話してごらんなさいよ。うん。昨日似てる人を見かけたから。昨日見たのかい。うん、そうか。でもこれは10年前の写真だからこの子じゃないだろう。そうだよね。あの頃は何かと大変だったのよ。でもあなたもこうして無事に大きくなったし、これで一安心ね。そうだね。もし僕とさっちゃんがいなくなってもなんとかなる年になったんだね。やだな、父さんも母さんも急に何を言うのさ。でもあなたはいずれ一人で生きていかなくちゃならないのよ。父さんや母さんに頼らないで。母さん。でもね、あの年の桜は綺麗だったよ。時間を止めて永遠にその美しさを残したかったよ。そうね。でもその年の台風で私たちは一から生活をやり直すことになったわ。そうだね、僕の生活も変わった。父さんも母さんも大変だったのだろう。それまでの暮らしが一瞬にして崩壊してしまったんだから、もし今そんなことが起きたら僕はそれを乗り越えられるだろうか。ところで知ってるかい、あの桜ヶ丘ね、あれから大掛かりな団地を建造したんだけれど、バブルの崩壊で今はゴーストタウンのようになってしまったらしい。それからしばらくは何も起こらなかった。いつの間にか桜がほころび始めていた。季節外れの台風が近づいていた。駅前の書店で注文していた本を受け取った時にはもう本格的に雨足は強まっていた。あの子、あの君は。サイ、おとなしサイ。サヤ、どこかで聞いたこと。ここを離れた方がいい。え、もう遅いかもしれない。その黒い車が走り去った後も僕はしばらく雨の中に立ちすくんでいた。夜になって雨風はますますその激しさを増した。はい、もしもし。私、瞳子よ。瞳子さん。お願い、あなたの助けが必要なの。でも。あなたの未来を左右することでもあるのよ。僕の。あの女が狙ってる。私も、あなたも狙われているの。どうして僕が。急いで、時間がないの。教会で待ってるわ。ありがとう、来てくれて。あの、狙われてるって。中に入って。うん。お願いがあるわ。お願い。あなたと一緒になりたいの。一緒って。聞いてちょうだい。あなたと私はあの女に狙われているわ。
あの女が私に襲いかかるの見たでしょ。あの女は私をずっと追ってきているの。もう何年も何年も私の命を狙って、そして私はあの女と戦うために力を得るのよ。あなたという素晴らしい力を。な、何を。あなたが欲しいのよ。いやだな、冗談はやめてよ。あれ、体の自由が。冗談なんかじゃないわ。私、あなたが。体の自由が効かない。